皆さんとちょっと距離があるんですけども、はい、目の前にいるつもりでがっちり歌わせていただいております。もう一度、今日のメンバーを紹介したいと思います。ギター山口博一、ドラム白石義則、サップ村田正樹でお送りしております。ありがとうございます。降ったりやんだりの天候ですが、素敵な虹が出るように最後はオーバーザレインボーを踊って終わりにしたいと思います。皆さんもよかったら手を叩いたりして一緒に参加してください。今日はありがとうございました。
ございました。ありがとうございます。そして青木田、青木弘和、コングラウス、ジャイシュフリー、早速村田岡崎でした。ありがとうございました。この後も楽しんでください。ありがとうございます。心が揺さぶられるような素晴らしいパフォーマンス、ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。ご来場の皆様にお案内申し上げます。キラキラ青とか黄色とか、すごい、止められている、あれ花じゃない、うん、多分ね。駐車場が閉鎖されますので、車のご移動をお願いします。これどうやってやってんの。千葉競輪場の駐車場に車を止められているお客様は9時半に駐車場が閉鎖されますので、車のご移動をお願いします。皆様のご協力をお願いします。どうやってやってんだろう。いや、ライトです。あそこにあるよ。どこ、ただいまモノレール千葉公園駅側でプロジェクションマッピングもスタートしました。プロジェクションマッピングは午後9時まで行いますので、皆様ゆっくりお楽しみください。すごい深いんだろうね。それでは今しばらくボートレールの準備が整うまでお待ちください。気になる、本日連携亭の中ではヨマスバーが絶賛営業中です。なのですが、ただいまハスをモチーフにしたバーガーが売り切れてしまいました。他にも大ガラスの葉を使ったゾウビハイのカクテルや各地から取り寄せたクラフトビールなどまだまだ販売していますので、今日だからこそ楽しめる特別なメニューをどうぞ皆様お楽しみください。あ、これ小さいね。今準備した、ごめんね、準備してる。すごい綺麗。今なんか準備してる。ちょっとね、そうで行ったら、本日は椿森トミナにゆかりのあるフードカーが多数出店しています。とびきりのこだわりのフードにイベントを盛り上げるドリンクなど数多く取り揃えておりますので、どうぞご利用ください。なお、お車を運転されるお客様、未成年のお客様にはお酒の販売はできません。ルールを楽しいイベントに皆様のご協力をお願いします。お母さんがいるから帰りたい。周りの方も綺麗だもんね。
そうだよ、もうすごい持ってかれてるから私。大葉ハスを様々な色でライトアップさせていただいています。